はい、皆様、おはようございます。こんにちは。そして、こんばんは。いかがでしょうか。はい、今日はですね、前回にもやったことあると思いますけれど、お肉、スーパーとかで買ったお肉を、毒抜き作業のやり方をね、もう一度お見せしたいと思います。はい、材料は簡単ですよ。もうたった3つのものでできますね。はい、なんだこれ、浄水したお水ですね。で、水道水そのまま使わないでください。やっぱり炎症を起こすものがいっぱい入ってますので、ね、例えばなんだっけ、フッ素とか、トリハロメタンとか、なんだクロリン、塩素、そういうものはね、体害を起こすもんですよね。それをちゃんと取ってくれる、浄水器。私は E スプリングっていうやつを使ってますね。105、6種類以上のキモいものをね、除去してくれますね。はい、それですから、もう理想的には江戸時代のきれいな水で洗うっていうことですね。そして、じゃあ第2、有機認証ものの米酢ですね。で、もし手に入らない方は、有機物の酢は何でもいいです。リンゴ酢でもいいと思いますよ。はい、そしてこちらに書いてあるアルミニウムフリーね、の要は他の日本語ですとミョウバンと言いますよね。ミョウバンもしくはアルミニウムの入っていない重曹を使います。ですから、これが大さじ2のお酢、大さじ2の重曹、そして2分の1ガロン、約1.8、四捨五入して2リットルですね、の浄水した水で混ぜます。ね、で、大さじ2、大さじ2、そしてこちらにバーンって混ぜ、かき混ぜて、ね、そしてこのお肉を2、3時間以上漬け込みます。で、独立派のメディアとかいろんなところの研究によりますと、最低限ね、65%以上のお肉に含まれてるキモい不純物が除去できるっていうことなんですね。だから、血の中にいろいろ含まれてるんですけれど、それ以外もね、例えば抗生物質とかホルモン剤とか、あと食べてた餌に含まれてた、なんていうんですか、農薬まみれのね、雑草とかなんだかんだとか、そういうものをね、全部入れて、大体65%以上取れるっていうのが出てきてるんですね。ですから、ちゃんとしたお肉とか、綺麗なお肉持って、買ってる人買ってない問わずに、この下処理をするだけで、少しでもね、いい食生活ができますので、ぜひ皆さんにね、このやり方を拡散していただければ、いいと思います。世界中の人たちのね、健康をね、救うことになりますね。やっぱりね、食生活っていうの大事ですからね。じゃあ、ちょっと静かにやりますので、早速始めていきたいと思います。はい。
い。ご覧の通りに、まあこの、下処理をしてますよね。はい。でまあ、簡単でしたよね。もう安くて簡単ね。から重曹なんだお酢、そして浄水した水ね。それをでこうかき混ぜましたよね。そしてお肉を放り込みました。でまあ最低3時間以上ね漬け込むことですね。で別に3時間以上もっとやっていいんですよ。例えば夜寝る前にこの下処理作業をして、まあ、冷蔵庫かなんか入れといた方がいいですよね。特に夏ですから腐りやすいからね。まあお酢だが腐らないって言ってるけれど腐りにくいとかって言いますけれど、まあやっぱり念のために冷蔵庫にしまっとくことね。とか例えば朝、早起きして仕事行く方でしたら、まあ例えば0400とか0500とか、まあ起きて、まあ、風呂でも出かける前とかなんかにこの作業をして冷蔵庫にしまって出勤してで家帰ってきた頃には綺麗なお肉ができてて、でもちろん忘れないでいただきたいのは一旦この水を捨てて浄水の水で洗い直してそして調理すればいいと思いますね。例えばね。でまあ英語版の方で言ったんですけれど念のためにこのその汚いもの抽出された水を絶対飲まないでくださいって僕当たり前の話で言ったんですけどね。でやっぱりせっかく汚いもの抽出ってか排出っていうのかなしたのを飲んじゃったら全く意味ないですからねっていうことなので、まあ下処理作業は本当安くて簡単ですよね。重曹とお酢そしてお水ね浄水ね、ミネラル水でも結構ですよ。そうそう。で炎症を起こさないためには水道水を浄水しないの浄水しない水道水使って怖いので必ず浄水してください。まあミネラルウォーターでも何でもいいと思いますけれどね。ただその場合だとガラス瓶のミネラルウォーター使った方がいいですね。はい。まあそういうことで、はい、皆さんいかがでしたか。で簡単で、これだけの毒抜き、下ごしらえができるのでぜひみんなやってみてください。で皆さんにこれをシェアしてあげてくださいね。はい、それじゃあまた。はい、皆様、先ほど私は3時間後で3時間とかって言いましたけれど実はこれですね6時間経過した状態ですね。まあなんて素晴らしいねこれ。ねこういうなんていうのちゃんとまあ血抜きみたいなのもできるしできたし、ね、毒抜き成功ですね。だから長くつければつけるほどもっと真っ赤化になりますのね。まあこんな感じでございます。お役に立ったと思いますのでよろしければお気に入りのライクボタンとサブスクライブね登録をお願いいたします。そしてこれからもね私は健康なまあお料理とかまあこれ毒抜きの仕方とかね、まあ、なんかこれからどんどんアップしてきますのでみんなにもう波動の合う方たちにはどん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 拡散してください。みんなが健康でね健康な食生活を送れればもう私は嬉しいのでね。ということでございます。それじゃあ皆さんまた。